こんにちは、山本恵美です。今日は、セックスレスが長引いてどうしていいか分かんない、離婚したいっていうか、もう どうしようみたいな感じの話をしようかなと思っています。でですね、セックスレスが長引くとですね、基本的に問題はいろいろ出てきて、まず第一に、妊活ができないことですね。子供ができない。で、不妊治療とかをして、で不妊治療とかしてね、子供ができるとまたその子供のことがに頭がいっぱいで、セックスレスには興味がなくなったりとかもする方も多いんですけど、まあ基本その不妊治療もうまくいかない方もいますし、しなきゃいけないっていうことですごく女性の方が苦労するわけですね。で、その時に、男性の方がすごく助けてくれたらいいですけど、結構ね、そんなには女性ほどは本気になってくれないっていうか、分かってもらえないっていうことが多くて、それだったらセックスレスじゃなければ私こんな嫌な思いもしないし、なおかつ不妊治療もしなくていいし、もうこの人どうなってんのみたいな感じになる方も結構います。まずその時に考えられることの、いろいろセックスレスはいろいろ考えられることの一つに、やっぱりこの人とは別れられないって思い込んでるっていうのがあります。やっぱり離婚とかってしちゃいけないとか、特に年が35歳、でもみんな同じですね。何歳になってもやっぱり離婚の呪縛ってすごく強いんですよ。なんか離婚するともう人生終わったみたいな。そういう方に限ってやっぱりね、婚外結婚生活と婚外のセカンドパートナーとかは考えられないので、旦那さんが幸せにしてくれないからいけないみたいな感じするんですけど、もしそれが、まず第一に経済的な理由だったとしたら、自分の未来とか、性欲ですよね、性的な喜びとか、子供を作ろうと思う気持ちとか、そういうものよりもその旦那さんのお給料や経済力の方が価値があるって思っているってことです。つまりそんなお金は絶対自分には稼げないし、自分は価値がないからって思ってるわけです。それは人間関係の、いや旦那は寂しくなるとか、やっぱり離婚したくない、好きだから離婚したくないっていうのも、全く同じですよね。で、結構皆さん言うんですよね、でももう40だしとか、もう35だしとか、そうやってね、じゃあ少なくともその部分では感謝できんじゃんっていうことなんです。でもそれも嘘、自分に嘘をつき続けるっていうことになると思います。もう年だから、私はじゃあそういうふうにちゃんとね、自分で理解してるんだったら、そんな私なんかを相手にしてくれる人なんて他にいない、旦那さんしかいないって本当に思えるんだったら、そんなに怒らないはずなんです。自分が挑戦したくない理由とかってあると思います。今まで相手に幸せやその能力っていうのを丸投げしているって、で自分の可能性にかけるのが怖いんですよね。で自分の可能性にかけたらやっぱ失敗するかもしれないし、途中でやめちゃうかもしれないし、どうせ私ってみたいになっちゃうと思うんですけど、何度もダメでもまた挑戦すればいいじゃないですか。そんなの経済力とかも全く同じで、じゃあ最初パートからやって、パートもし専業主婦でお金がないとか、とりあえず一人暮らしを始めてみるとか、やってみるとね、結構うまくいく方が多いんですよね。別れる、結婚、離婚するってなんか不可能にみんな思ってるんですけど、結構みんなちゃんと仕事が見つかったりとか、別れたら、こういう人は本当に別れるのすごい大変なんですけど、私2、3件いたんですよね、離婚した方が。でね、1人はね100日以内に見つかりました、パートナーが。っていうのはもう100日以内に見つかって、なおかつ結婚したいになって、もう子供も見たかったから、結構年もいってて、で前の旦那さんとの離婚をしてから100日間はなんか結婚できないですね、日本って。なのでもう指折り数えて100日間待ってたっていうような出会いをする人とかもいます。でもその人はもう本当に泣く泣くすごい怖かったけど、やっぱり引っ越しとかもしなきゃいけなかったりとか、いろいろすっごい複雑な理由があって、やっぱり別れたくなかったんですね、家族のこととかもあったんで。でも別れたら100日ですよ、100日。だからね、人間ってその可能性をね、自分の可能性をこう抑えてるからそんなに苦しいんですよ。そのセックスレスで
自分の幸せとか欲しいものが手に入らないって思った時に、自分で手に入れようとしないで相手に手に入れようとしてて、自分の可能性を抑え込んでるから苦しい。だから旦那さんのせいにしてても絶対それはうまくいかないです。それを分かるためにあるっていうか、セックスして、そんなにね、旦那さんのお給料やステータスとか、まあ、一緒にいるとか分かんないですけど、結婚とかそんなに価値があるもんだとしたら、セックスなんかなくたってうまくいくでしょ。子供なんかいなくたって、だって旦那さん好きなんでしょみたいな。なんで自分の欲望にね、あとね、忠実になってないんですよ。いや、セックスレスで別れるなんて恥ずかしいって、だったらもう別れなきゃいいんだ、ずっとそのままで恥ずかしいって思ってればいいじゃん。そしたら旦那さんのことなんか責められないよね。でも私はそう思ってないですよ。私はすごい大切なことだと思ってるから、カウンセリングもしてるし、セックスレスっていうことに早く気づいた方がいいし、もしそれが気づいて20代30代とか結婚前だったら、やっぱり相手との関係とか結婚に対して大切なものを絶対考えた方がいいと思います。だってそれで結婚してもうまくいくはずないじゃん。だって大切なものがセックスだって分かってない限りは結婚はうまくいきません。だから再び結婚しちゃう人もいるんですよ。3回結婚して3回でもセックスですって、その人どうしてかっていうと、セックスっていうものをすごく大切に扱ってないからと思っています。ということで、今日はちょっと厳しいお話、セックスレスでわわ泣いてる、相手のせいにしてるのは結局自分の可能性を信じてないからということになります。ということで、今日はここまでです。なんか熱弁しちゃいました。